こんばんは、レクリエーション介護士への道、今日はですねレクリエーション介護士の、2級講座テキスト0をちょっと勉強したんでこの後添削課題の方を、やっていこうと思います。ゆうけんの方から来てましてこちらですね添削課題集こちらの方を、今日はマークシート方式になっていますので、全20問の方を、言いながらやっていこうと思います。さて第1問デデン、このデデンっていうのはなんかあれなんだよ、時代を感じちゃうな。介護レクリエーションについて述べた次の文章を読んで内容が正しいものには1、誤っているものには2を回答用紙の所定欄にマークしなさい。1問目、介護レクリエーションを実施する専門的な知識を証明する資格を持った人をレクリエーション介護士という。これは丸だね。2、介護レクリエーションは高齢者の娯楽、余韻の遊びのためだけに行われる。いや、これは違うね。さっき勉強した余韻のためだけではない。3、レクリエーション介護士は自分自身の趣味や特技を生かして自分なりの介護レクリエーションを行うことが可能である。これ丸だね。僕の場合は花屋、をやってるので花をの知識を生かした何かレクリエーションも考えていこうと思ってます。例えばバラとね、ガーベラと、どっちがバラでどっちがガーベラですかみたいな感じの簡単なねお花の名前当てクイズとかね、そういったものをやっていこうかなと企画を、考えております。ナンバー4、レクリエーション介護士は独自にレクリエーションを展開するため介護スタッフとの連携は必要ない。これは×ですね。やっぱ何の職業でもそうですけど連携っていうのは必要です。5、レクリエーション介護士は介護サービスの種類や名称を知っておく必要がある。そうですね、これはレクリエーション介護士といえども介護サービスとか、種類とかね、そういったものの名称を知らないとね円滑にコミュニケーションができないと思いますので、これは丸です。6、高齢者の心と体の変化を知っておくことが高齢者とのより良いコミュニケーションにつながる。これも丸でしょう。7、コミュニケーションを取る際には言葉のみに気をつければよい。いや、これは違うでしょ、×でしょ。やっぱりそのコミュニケーションっていうのは表情だったり、やっぱ仕草、手の身振り手振りっていうものが多分、そこも含めてのコミュニケーションだと思うので、言葉のみに気をつければ良いっていうわけではないと思います。これは×だと思います。8、介護レクリエーションの企画書は、実行するレクリエーション介護士が理解できるものであればどんなものでも構わない。いや、これ×でしょうね。9、企画書を書くときには 6W2H がポイントである。先ほど勉強しましたね、 6W2H、 これ丸ですね。丸。10、介護事業所や、施設によって介護レクリエーションの企画を変更する必要はない。介護事業所や施設によって介護レクリエーションの企画を変更する必要はない。これも×だと思いますね。参加する高齢者の安全の配慮はレクリエーション介護士の仕事ではない。これも×。安全の配慮っていうのはそのレクリエーション介護士のみならずみんなでそのしていくことなので、レクリエーション介護士の仕事ではないって言い切ってしまうと、これはなんかもうねレクリエーション介護士としても失格のような気がしますよね。12、介護レクリエーションが終了したら参加者や介護スタッフと直接話す時間を取るように心がける。これは丸でしょうね。やっぱりそれがコミュニケーションの一つであるから、今日どういったことが良かったですか、その利用者さんに対してもこういったことができますかできなかったですかとか、やっぱスタッフに関しても介護スタッフにしてもなんか改善点ありますかなんて聞いてみる。自分だけではわからない面っていうものがいっぱいありますので、やっぱこれはコミュニケーションをする上で直接話時間を取るように心がけるのは、必須だと思います。問題に、介護レクリエーションについて述べた次の文章の括弧に当てはまる最も適切な言葉を問題の下にある語群から選び、その番号を回答用紙の所定欄にマークしなさい。13、レクリエーション介護士の仕事は介護レクリエーションを通して高齢者をほにゃららすることである。1、指導。2、教育。3、支援。支援でしょうね。14、レクリエーション介護士にとってほにゃらやや介護現場への理解を深めるために介護保険制度を学ぶことはとても重要である。レクリエーション介護士にとって1、高齢者。2、レクリエーション。3、レクリエーション介護士。これは1の高齢者だと思いますね。
高齢者や介護現場への理解を深めるため、介護保険制度を学ぶことはとても重要である。15番、高齢者のニーズに沿った介護事業所や施設があり、高齢者のほにゃららに応じた様々な介護サービスを受けることができる。1、性別。2、心身の状態。3、年齢。実はこれは心身の状態ですね。2番の心身の状態において、様々な介護サービスを受けることができるでしょうね。16番、高齢になると、体機能の低下やほにゃららの老化など、体や心にいろいろな変化や特性が生じてくる。1、人格感情。2、言語知能。3、日常生活場面の判断力。これ1かな、人格感情の老化など、体や心にいろいろな変化が、これは1だと思うな。1です。17番、高齢者との信頼関係を築くためには、相手をほにゃららすることが大切である。1、恐れる。2、家族と思う。3、尊重する。これはもうリスペクト。3、尊重ですよね。高齢者とスムーズにコミュニケーションを取るには、ほにゃらのことを一番に考えて行うことが重要である。1、介護スタッフ。2、高齢者。3、自分。高齢者とスムーズにコミュニケーションを取るには、高齢者のことを考えて一番に、行うことを重要とするということで、これは2番ですね。ここは19、介護レクリエーションを実践するために必要なプロセスは、企画、計画、実行を見直しである、活動である、理解である。これはもう一回見直さなきゃいけないから1かな。介護レクリエーションを実行する際には、参加者の緊張を和らげるために、何々アイスブレイクを行う。レクリエーション企画中にアイスブレイクを行う。レクリエーション実行前にアイスブレイクを行う。レクリエーション後にアイスブレイクを行う。これはアイスブレイクというのはですね、緊張感を和らげることをアイスブレイクと言いますので、緊張感を和らげるということはレクリエーション実行前ですね。これは2番ですね。以上、1問目から20問目までの、添削課題が終わりました。こちらの方をユーキャンの方に送付して結果を待ちたいと思います。レクリエーション介護士2級への道、まだまだ始まったばかりですが、頑張っていきます。ありがとうございます。チャンネル登録よろしく。